今年2月アメリカ軍のヘリコプターが佐賀空港を低空飛行したことについて九州防衛局はきょう航空法の違反に該当しないと県に伝えました今年2月アメリカ軍のヘリコプターが佐賀空港の滑走路の上空を低空飛行したことについて九州防衛局は搭乗員が所要の手続きを取る認識が不足していたと説明していました 県は当初無断での侵入と判断し航空法で定められた国交省への事前連絡があったか質問していましたが九州防衛局はきょうアメリカ軍のヘリは国交省佐賀空港出張所に連絡していて航空法に違反しないとの回答を県に伝えました航空法では空港の空域に入る場合の事前連絡を定めていますがこれとは別に 佐賀空港に離着陸や停留する場合は、県の条例でで届出が必要です。県空港課は今回の低空飛行に対し着陸はしていないものの滑走路を占有する行為で安全管理上事前の届け出があるべきだったとして他の空港の事例も参考にして今後の対応を検討するとしています。